ソフトバンク和田の人的保障措置、王貞治会長も参戦していた。一旦は和田で固まっていた方針を見直さざるを得ず、直接リスト作成には関わっていなかった王貞治会長も乗り出す事態になったようです。やっぱり出てきたか、こいついつも乗り出してんな。もうこんなの悪の親玉やんけ。ほんと隠せない世の中になったの。そらそうやろ、山川穂高獲得の時も王貞治が絶対獲得しろと言命したって報道いくつもあったし、とんでもない大事件になってきててくさ。もうそうどちらんやろ。くれ、こんなん黙ってれば勝手に収まるやろ。アンチが騒いでるだけや。ソフトバンクフロントが声明出せば済むのに黙ってるから好き勝手言われるんだよ。最近王の老害ムートが目立つな。最初から鶴の一声を聞けばよかったやない。出なきゃなべ Q がすぐ引き下がるわけないよな。直接リスト作成には関わっていなかった王。プロテクトリストはソフトバンクの上層部のチェックが入るから作成してなくても目は通してるはずなんや。ソラオさんに諭されて反対できる野球人なんておらんわ。人的保障をひっくり返せる人なんてそうか多くらいなのでは。王の国語も知らないプロテクトリストとかちょっと考えにくいけどもな。ソフトバンクが悪いことすると大体関与してるのくさ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。